ちょっとね研究してもらうと嬉しいですね。鼻じゃない。鼻じゃない。背中広げますよね。例えば息して。はい、背中は腰につながってますよね。背骨だからね。はい、後ろのね約パーセント30%ぐらいのところありますよね。もうちょっと下かもしれない。それを背中で息をするね。野口体操。だから呼吸をするときに息を吸うときに背骨こう縮みますよね。で吐くときに伸びますよね。ね普通逆に考えると、まあ伸ばしておいて。吸って今度は吐くときに縮む。まあこれのが自然呼吸かもしれないけどね。これ一回やっといた方が分かりますよね。でまとまることによって吐いてます。今度逆で、まとまりながら吸います。で吐きながら伸ばします。これは動物でも攻撃の時に伸びますよね。チーターとか攻撃の時にこうやってしないとね。で攻撃の時に息吸ってたら攻撃しにくいよね。はい。でしょ。はい、なんか攻撃の時は息吐いてるわけ。はい。あるいは止めてるか。はい、まあ吐いてるね。多分集中して、はい、少し。はい。だからそういうことを考えると表現の時は基本的には吐いてる。はい。で吸いながらもちろん。やっぱちょっとでも不思議普通じゃないよね。普通じゃないし何かバラエティのある表現はできない。はい、でこれは吐くとするといろいろ。できるじゃないですか。でそれを作るためにまずこう、そうそうそう。ゆっくり背骨をほぐして広げて、口のあたりまでこう吸ったようなつもりになって、で吸って吐くね。吸うし、ヒーとか。キーもそうだよね。そうそうそう。寿司ひへらほうね。それでもいいし。で、そういうふうに言ったりしてると、ゴーストビルかみたいな。なんだっけ。ゴーストビルからか。どうぞ、せーの。どうぞ。ゴースはい、まあ、普通にこれ C に行くところを E マイナーにしてるんだよね。はい、うん、いないね、こうそびるからその後ここに来るのが、ね、3の7に行くのが。見られた街で楽、6に行きました。で、3に行く。3のマイナーに行く。ここ落ち着くってことだね。3のマイナーはまあ、1の変わりだよね。まあそこ、だからこの1行で決まるよね、この世界。なんか不思議だよね。これは切ない。こうやるとおしゃれなんだけど、こっちに来るとフォークソングと同じで切ないよね。それがまずできるかどうかだね。うん、はい、もう一回行きましょう。ゆっくり息吸ってください。一回吐きます。でなんか散っていくつもり。はい、ゆっくり吸います。で吐くんだけど、それが散ってく息、この世界だと散ってく散ってく散ってく、そうそう。でそれで歌いましょう。なんか4小節なんだね。オッケー、はい、いいんじゃないですか。